企画とかもあって、はい、横木さんにも東京イベントでいらしたりするんですけど、あ、そうなんですね、今度はだから場所も変わって、はい、四ツ谷じゃないんですけど、はい、あのまたでも無料イベントなんで、ぜひ、はい、はい、ぜひ、なんかフェイスワンの人からいろいろ聞きました、はい、あ、そうですよね、そうなんですよ、またいろいろやりますので、内容的にはまあちょっと見てみて、あ、何ですか、あ、ごめんなさい、電源か、電源ですか、電源ありますよ、はい、じゃあ打ち合わせルームとか共同で使えたりするんですか？そうですね、こっちとあと向こうにもあるんですよ。向こうはもう使っておけばなっちゃってます。あっちの方が広いんですけど。基本的にはデザイン事務所みたいな。いや、バラバラですよ。いろいろ入ってるんだ。いや、なるほど。映像を作る人もいれば、システムとか。元会社が IT 系なんで、やっぱそれ系の人とか。カメラマンもな。カメラマンは僕と僕で、スチールは僕で、ムービーの人が一人。ああ、そう、でもいいことだね。というか結局ほら情報はさ、そうなんですよね、一人でいると今ネット情報は入るけど、はい、逆に言うとこう生の情報が入らなくなってきてるじゃん、うん、だから大きな会社ってみんなやはり厳しいしさ、ね、あとアートディレクターの人がいたり、なんか相談したりとかね、なんかね、クロスオーバーの方はなんか新しい発想とかあったりとか、うん、感じそうだよね。だってみんな同じことも、ね、実はね、うん、フォトグラファー同士だとやっぱ、うん、そんなに新しい発想来ないじゃないですか、ないよね、うん、ね、そうですね、そうですね、でもこういうものって結構増えてるのかな、うん、どんどん増えてる、増えてますね、増えてますね、うん、確かにね、シェアオフィスはね、なんかさ、そういうあれだよね、そういう事務所を持ってってさ、うん、まあ、昔はそれでね、スタッフがいたりとか、メジャーがいたりとかさ、うん、まあ、あと情報がそんな必要なかったからね、かつてっていうのは、基本的に、うん、もうほんと狭い世界でできてるってこと、うん、でも今ってほら、普通の人たちもすごい情報を持ってるから、うん、そうですよね、書いて遅れちゃうもんね、多分ね、普通の人の方が機材系とかに関しても全然詳しいですよね、詳しい、俺が持ってる機材とか全然俺のなんか普通の人の方が詳しい、ね、全然もう僕なんか全然教えてワークショップのやつだから、ね、うん、全然知ってるからね、そうそうそう、それでなんか新しいカメラとか出るじゃない、僕はキヤノンが使ってるけど、うん、オリンパスとかさ、みんな使ってる人はペンが出た時にさ、やっぱ使おうと、すぐ使ってんから、うん、最初のあの時に、そいつにまずね、うん、なんて聞いてたら、ね、それを書いたりしたからそのぐらいもう今みんなもう、情報はすごい、まあ、ある意味でみんな平等になっちゃったから、情報の独占ができない。すいません、今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、なんかね、前情報いろいろね、聞いたから、あの小林さんとか、小林さんも何年もかかってきて、なんかこれを言えとか、あれを言えとか、言ってた。小林さんもなかなか、うんうん、いや、でもね、まあ、僕なんかは、まあ、うん、認識として、そういうこうなすとくことって、うん、まあ、全然いいイメージでなかったんだけど、うん、なんか時代が本当変わっちゃったっていうか、うん、結局なんだろう、いや、これからはさ、ますます仕事を、まずここみんな見るよね、ディレクターたちが仕事、うん、もしかして、うん、ここにいろんなアイデアがあって、そのカメラマンってもあるかもしれない、うん、ああ、こういう考え方があるんだなとかさ、うん、まず見てから自分でやるみたいなさ、昔はほら、みんな外国の雑誌見たりとかさ、なんかいろんなことをしてたけど、やっぱり今ってこう、やっぱり写真、ウェブ上でもたくさん、写真見るんだって、ウェブ上でたくさん見れるわけだし。だから一番最初に来てくる人たちってみんなこの絵から見て、うんうん、でしかもジャンル分けしたりとか、うん、いろんなアプローチのなんていうのかな、そういうこう例みたいなのがあるから、すごい、だからね、そこからもちろんすごいお金があるとこは、うん、じゃあ誰がいいかっていうのが始まるかもしれないけど、でもこう、なんかやっぱその辺が全然昔と全然変わったなと思うし、うん、ある意味とか写真の業界、まあ、ほとんどダメだったから、うん、まあ、特に雑誌がダメになっちゃったために、うん、結局雑誌自体が記録なんていうの、写真って一番出る場があったわけですよ。そうそう、だからある意味ではくだらない、ね、もう超、まあ、ピンクのキリも本当、なんていうの、くだらない、まあ、あとエロから本当ハイブローなものって全部雑誌が吸収してて、その中で結構いろいろ遊びがたくさんできたんだけど、今ってそこの部分が本当なくなっちゃって、写真ね、雑誌になって本当はインタビューなんかの撮影なんかもちょっとひどい状態になってんじゃん、なんか。こう使うね、それすげえからね、ページ単価とか考えたらとてもじゃないけど、そのワンカットとか1ページだけだったら、うん、まで終わってしまったら、うん、とてもじゃないけどコンビニバイトぐらいの感じですよね。そうそうそう、だからそれにしかもさ、表紙入れて10ページ取るとかさ、うん、それがさ全部1時間とかさ考えられない状態になっちゃったじゃない、うん、まあだからそれはまあ、まあ、でも現状本当、うん、もしかしたら世界中そうなのかもしれないけど、うん、
まあ日本は特にちょっとそこが、うん、雑誌が本当にダメなんですけど、うん、やっぱり日本雑誌ってこう情報誌だったから、うん、全部ネットで OK になっちゃったりとかね、うん、そういうのあるよね。でやっぱりこうあともう一つやっぱりこう完全にストップフォークがこう言うなら世界っていうか、うん、まあ言うならばこう世界中とつながってきたんじゃ、うん、ネットによって、ね、で見る人昔はほらポジ発言ですから、うん、ポジ見る人なんて本当のそういう必要な人たちの、うんね、なんか外国の写真が欲しいという人たちが何人か、うんまあ、来て、でもそれでも相当みんなお金になったっていうふうにやってた人たちはね、うん、すごいなんか誘われたりしたけど、うん、でもなんか誘われて外国行ったさ、自分の僕が撮った写真と、こう、それ、朝も自分の写真だから、うん、多分ね、多分何年前、多分3、4年前だったらみんな、多分、5年前ぐらいかな、5年前ぐらいまでは、多分、そこの人に聞いても、ストックって言われた時代が結構あったと思うんですよね。そうで僕ね、アマナができた時に、うん、ストックフォトのやつちょっと声かかったのね、うん、で聞いたら全く個人が関係ない、うん、でもマグナムとかいうやつは何ちゅうか、うん、名前でちゃんとやってるじゃないみたいな、うん、そういうことじゃなくて結局あの最初の頃のやつって全部無名性だったから、あこれは俺関係ないなっていうか、うん、で採用してる写真もいかにもっていう、そうそうそう、なんかもう範囲いかにも広告に、例えばチラシのこっちに入りそうとか私のこっちに入りそうとか、うん、そういうなんかなんていうのかもう本当にアザーカットの狙いっていうか、うん、そういうのばっかりだったんだけど、ケッティとか、うん、まあ、他にもコーチとかいろいろあるんですけど、うん、もうそういうのってもうそこ狙いじゃないですよね、もっとハイエンドですよね。そうだね、だからもちろんそういうのもあるかもしれないけ けどもっとやっぱり写真の、うん、今のみんなが興味あってることも見せろみたいなところあるじゃない、うんうん、なんかで何でもいいじゃないですか、うん、面白かったら何でもいいみたいな。そうだからきっとだからさっき言ったみたいに、うん、今これ使えなくても、うん、見る側のこう何ていうのかな、うん、ほら昔そういう何ていうのいろんな写真家のやつの年間みたいなのがあったじゃん、うん、あれからみんなさ、うん、アイデアとか、うん、でいろんなバリエーションの写真があるから、うん、あ、これ面白いなって、これもっと俺だったらうまくやるなとか、うん、そういうもので結構発想したけど、あれってやっぱりいろんなジャンルに分かれて、だから結構すぐ関係なくてもこうちょっととんがった、うん、変なのがあると、あ、結構これちょっと面白いって思うし、うん、まあそれを、まあ、実際まあ聞くとやっぱりそういうものってそんなにね、あのショーの中には入るけれど、そんなには売れてないってみんな言ってるけれど、でもなんかそういうことが全部なんかちゃんとまっとうになっちゃったっていうか、うん、なんかこれがなんか一番、まあ、特に若い人なんてさ、みんなコンポジット作って、うん、1回作ってさ、みんな友達なんか作って、うん、でみんなにこう見せに行って、うん、その写真はもうどうにもならないからさ、うん、で時間が出すとああいうものって目的がないから、うん、もう2年1年とか出すともう古くなっちゃって、うん、なわけじゃない、出すとこないしね。だからそうやってやっぱり作品作るんだったらやっぱり本当まあ簡単に自分の作品と、うん、あとやっぱり何が売れるかってリサーチしながら作ってここに乗っけていくっていうやり方ってすごい、うん、なんていうのかな、健康的だなと思ったよね、うん、なんかね。まあでもこれって結構マーケットの使う側も結構問題でか意識とかもあって、やっぱゲッティの人いわく、やっぱフォトグラファーに対してのリスペクトがないとこれってやっぱ成立しないですよね。ああそうだよね、そうだよね。例えばゲッティのサイトを見て、あ、そういう人たち、俺と同じの、本当同じようなのをやりたいと思ってしまったじゃないですか、うん、大企業広告制作会社で、それをゲッティから買ったら、例えば50万です、100万ですって請求されちゃうから、それをもっと安いことだから、これと同じようなの取ってって言ってやってられてしまうと、この商売って成立しないんですよね、うん、でもまあ、特殊することってまあ、安くやっても、うん、まあ、ね、写真はね、見本があるとできちゃうっていうのがね、そこが大きいよね。そこがね、結構、だから、うん、でもね、アイデアはね、それはもう広告はそういうとこあるよね、うん、昔から誰かのやったもの、まあよく言えば、うん、引用じゃないけどさ、そうそう、リスペクトリーだし、そうだね、うん、でもそれはしょうがないんじゃない、それは今にネットに限らず、うんうん、いわゆるアートってやっぱり真似しちゃいけないけれど、うん、コマーシャルアートって基本的にみんなのこう、うん、ある種のこう引用の連続みたいなところあるじゃない、うんうん、これってあれだよね、撮った、あ、そう、私あれだよね、あのダンサーの吉本大輔、吉本さん、うん、だからそういうこう、でもこれってなんか
売れたりしたんですか。これ自体はまだ売れてないですけど、うん、やっぱちょっととんがったやつって売れにくいっていうか、まあね、っていうかだけど、うん、見る側に入ってきたよね。そうだからもしかしてどっかで真似してるかもしれないけど、そうかいったみたいなね、うん、なんかでも海なんかその売れ行きの感じを考えると海外のやっぱクライアントの人は結構ちゃんとね、うん、買ってくれて、うん、例えばアップルとかアップルコンピューターとか結構ジョンソン&ジョンソンのバッグ結構買ってくれるらしいですよね、うんうん、すごい値段で100万とか200万とか買ってくれるって言ってましたもんね、うんうん、そうするとこう制作する側もこうモチベーションが高くなるとか、うんうん、ありますよね。要するにそのさっきのこういうのでやってくれてるように日本のクライアントのモラルがちょっとまだ意識が低い。日本というかもうアジアですよ、アジア、うん、まあね、アジアはみんな日本じゃないですね、アジアですよ。でもそれはねそれはもう写真の宿命だよね。そうですね、だから、うん、やっぱりゲッティ的には日本をターゲットにほぼしてないって言ってますもんね、うん、だって中国なんてね今すごい写真も盛んだし、うん、もうすごいいろんなとこ使われてて、うん、単純にこうビルかなんかの工事のやつが、うん、でかい写真、うん、めちゃめちゃ時々いいのもあるし、うん、だけどまあどっかの真似かもしれないけど、うん、でもちゃんと中国人使ってこう、うん、ポートレートのそれこそ昔のなんかあるじゃないですか、うん、でもこれ撮ってるやついてそれがすげえ数あって、うん、これかもしれない中国すごい写真の需要があるんで、うん、至る所に写真使われてる。意外と日本ってほら壁とかなんかに使わないじゃん、こう工事中のものがたまにある。ああそうだね、あれね、なんかでも今こう今そういうのを推してる会社もありますけどね、うん、なんか僕もそれちょっと一回話が来たとか、うん、なんかアートにしたいって言われて。そうだね、でもなかなか結構まあなんかいろいろ折り合いがあって、うん、多分絵の人になっちゃったな。あそうですよね、うん、結構多いよね。じゃあ中国は量が全然違うから、ね、もうマーケットも全然すごいでかいし、うん、そうね、うん、アジアマーケットにやっぱ入ってから、うん、アジアというか世界マーケットにしていかない限り、うんうんうん、ちょっとね成り立たないような気もするんですよね。そうだね、うん、でも なんだろうな、こうやっぱここには突破口あると思うよね、うんうん、そう、だってあと全くないし、あと著作権の問題とかも結構ちゃんとそうそう、だからそれが一番 ね、あれね、だけどね多分日本のカメラマンだけだと思う、うん、そうなんですよ、話聞くとそうです。多分韓国だってなんだって、うん、だって自分のとこだけでみんな仕事できないから、うん、レスリーどんだから、レスリーね、レスリーね、うん、あいつ絶対やってると思うね、うん、だって外人だから誰か撮って保証全くないわけで、うん、だって自分の写真が使えるかどうかって、うん、日本人のカメラマンって今は全くしなかったから、うんうん、自分の撮った写真が使えないわけじゃん、うん、でじゃあなんていうのかな、こう、まあ、広告なんかには使えないっていうのは当然だとしても、うん、自分の作品集に入れようって電話してさ、うんうん、そうそう確認取ってね、確認取って撮れればいいけれど例えば朝日新聞とかさ、うん、超大手の、まあ、小学館講談社ぐらいとかさ、ああいうところはまあ担当っていうか編集が一生懸命撮ってくれるけれど、うんうん、ちっちゃなところでなんて言ったら出さないの個人的なやつとか言って、うん、大体もう結構みんな古いの嫌だとかね、うん、そう言われちゃう、ね、言われちゃうしね、それはだと本当は撮る前に、うん、言うなればそういう自分の作品集とかそういうふうには、うん、だって撮る時には意外とカメラマンの立場って強いからね、うん、撮る前に嫌だって言われたら、うん、じゃあそんなんで俺が撮んなくちゃいけないって言われちゃうわけだから、そういう契約書もないし、全ての写真なんていうのは日本の写真家って契約書やってなかったわけね、うん、だから自分の撮ってるものが使えないっていうか、うん、だからタレントのやつだと基本的に本当はね、うん、だこのカメラマンたちもみんな撮ってるじゃん、そういうの、うん、多分レップっていうかマネジメントするってことは、うん、そのカメラマンの仕事を取ってギャラを決めるだけじゃなくて、うん、カメラマンの著作権、撮ったものの使用権をどこまで持てるか、うん、だからニューリボビスなんて誰撮ったって全部自分のすぐ写真処理できるじゃん、あれはやっぱりもうちゃんとなんだろうな、俺そういう意味で言ったらエージェンシーって必要なのかなって思ったもんね、うん、だから今でこそ作品を管理するのがエージェンシーの仕事の、そうだよね、そうそう、うん、今こそね、だから著作権管理の写真家協会って言ってるけどさ、うん、あれ何年間って何四五何年とかそんなことじゃなくて今やってるものの撮ってるものの、うん、いうのは使用権を持ってない日本のカメラマンたちって何なのかなとか、そうなんですよ ね、誤解以外の仕事もたまにあるんですけど、やっぱりサインしないと撮影ができないから早くサインして返せって言われるんですよね。ああ、うん、
ちゃんとそう海外だとそうそうそうなんですよ。いやありえないですよ、ね、うんうん、サインしてそれを、うん、まあ、うん、あの今だといいいめなんか、うん、電子証明ですけど、うん、電子証明して、うん、タブレットというかこれ書いて、ええ、それであの PDF とかにして送って、ええ、それを送って初めて撮影が決定できるんですよ。あの、いろんな情報が入って、ええ、それまでは撮影できないですよ、ね、ええ、なるほどなるほど、撮影前にもう撮影する前に向かう日本だって写真集とか、うん、そういう時がある時には結ぶけど、よく読むとギャラがいつも含まれて分割するので、その写真を使う権利、だからモデルだったら被写体側の権利はあるよね、うん、これ一回返すとか、うん、まあ、あの聞かない聞かないのも、うん、でも考えたらカメラマンのこと何も書いてないんだよね。何も考えて書いてないやつ、俺たちはまあギャラがいつ入るっていうことで、ね、それでサインしちゃうんだけど、うん、そうじゃなくて、その写真のじゃあ二次使用する時に、例えば自分の作品の中に入れていいかってことは本当は書いてなくちゃいけないわけよね。それがダメならダメで、なぜダメかって、うん、お金の問題かとか解決の仕様があるじゃない、うんうん、だから何も書いてないっていうと、例えばマネージャーとあるタレント取ったって、うん、5年とか10年経ったらマネージャーも違うわけじゃない、うん、みんな面倒くさいからやりたくないから、はい、あっけってね、うん、その辺のね、だからモデルリリースっていうだあれじゃない、だってそれこそマリモンドのあれ、うん、そうそうね、あれ、まあ、モデルリリースっていうか、うん、まあ、ギャラ払ってサインしてちゃんと貼るからね、うん、日本のやつって俺裸たくさん撮ったけど、裸だけじゃなくて結構新人の時撮ったけど、うん、そんなことやったことないよ、ね、うん、で昔は生天でできた、生天っていうか、うん、駒本なんて乗せる時なんて全然沢田研二だって全然断んないで、みんな飲み抜けするわけ、うん、でもある時それができなくなったりした、うん、言うならば出版の方が、うん、それじゃあ、まあ、コンプライアンスだよね、うん、出版の方が勝手にやっぱりなさなくなってきて、うん、じゃあカメラマンなんかサイン一つもらってる方全然何も持ってないから、うん、だから正確にはちゃんとしたところはもう自費出版でゲリラでやる以外で出せなくなっちゃうってことだよね、うんうん、僕タッシェンから一回コンピレーションのいろんなフォトグラファーの写真集出したんですけど、タッシェンでやった時もやっぱりモデルリリースをくれって言われました、うんうん、はい、モデルリリースないと載せられない、ちゃんと、うん、ちゃんとそこをちゃんとしてるんですよね、まあ、世界の、そうだから世界中がみんなコンプライアンスがやっぱり世界標準だって、多分日本の出版社なのかなってもうみんなそうなりつつあるんだよね、うん、だけど日本のカメラマンたちはまだ、うん、なんか昔のまんま、まあ、そんなことしたりすることがなくなるとかさ、うん、だからそういうことを本当写真家協会とかって本当やんなくちゃいけないんだけど、うん、みんななんと思ってないんだよね、うん、そうそうそう、今ね、本当ちゃんとした方がいいと思うんだよね、だって世界のフォトグラファーみんな自分が撮った写真は、うん、もうどんな媒体に使われようが自分の写真集に載せるじゃないですか、うん、でしかも、うん、そういうで、こう使われよう、何に使われようが絶対載せるじゃないですか、うん、載せてもいい権利を持ってる、だからそれはもういいじゃん、別にいちいち断らなくたって最初に持ってる、だからそれが逸脱したものだったらね、例えば何かの広告に使っちゃう、そんなことは当然できないけど、うん、作品集の自分の作品の中に、うん、入れて、今までやった自分の仕事のやつを入れることが、まあ、もう一回聞かなくちゃいけないとちょっとおかしいなと思って、ゲイティの契約書とかそれ全部書いてありますよね、 あと公務員使われても何年、うん、何年だけちょっとうろ覚えで、うん、はっきり言わないと使いすぎたら、うん、著作権は自分のもの、でもそれも買い取りであれば、うん、もっとすごいお金を払わなきゃいけない、ちゃんと書いてありますよね、そうだね、なるほどね、そういう意味では安心っていうか、ちゃんと自分のことだからきっと、そんなのもアメリカ当たり前なことなんか今に始まったことじゃなくて、ね、当然なんですよ、まあ、昔からそうなんだよ、カメラマンたちがだからモデル撮ったら絶対リユースを撮るなんて別に今に50年も、まあね、もうまあ50年以上前から全部そうやってたんだよね、うん、だから日本はこうやって全部こうグローバルになったとかに、うん、僕たちだけそんなことしてなかったよ、ね、ちょっとそうなったちょっとお話戻っちゃうんですけど、キャラツ元々一番最初あれですよね、キャラツがいらしたってことはやっぱり最初広告っていうか、そうですよね、でも私がアメリカに行った時にはもう水中写真で、はい、なんかこうご自分の作品を撮ってらして、はい、その辺の最初はそのなんていうのかプロダクションで広告やってからその、ご自身のアートっていうか、はい、でやっぱり賞もたくさん撮ってらっしゃるし、その辺のちょっと最初の経歴っぽいところからちょっと出だしなんですけど、はい、教えていただきたいんですけど、あのキャラツにいた時は、うん、まあ、それはもうアシスタントだったので、アシスタント時代なんで、まあ、そこで使用したってことで、広告、まあ、そこでこう日本の広告の、うん、まあ、ほぼトップじゃないですか、うん、で、まあ、
見て、うんね、なんか広告のあり方を、もう本当に短いんですけど、学んで、で自分でフリーでやっていくうちに、たまたまなんか荒木さん、はい、荒木さんに作品を見せる機会があって、で作品見せた時に、まあいろいろ僕も雑誌とかいろいろやってたんで、まあぶっちゃけそんなにすごいとんがった作品も入ってたわけじゃないですよ、今。そしたら、荒木さんが、まあこんな雑誌に載ってるような写真撮ってちゃダメだって。でも雑誌、ぶっちゃけ雑誌に載ってるような写真なんですよ。載ってる写真なんですよね。で、なんかそこちょっとカチンときたっていうか、なんかちょっと的得るなってちょっと思ったんですよね、自分の中で。で、それで、ちょっと自分にしかできないような作品を撮りたいと思って、もともとね、ダイエットがあって、ね、それを生かしたような作品を作り始めたんですよ。で、それで日本のそうコンペ的なやつにいろいろ出したんだけど、全部どこにも引っかからなくて、一切引っかからなかったんですけど、海外の、まあそれで、なんかもう、これ海外じゃねえとか思って、ネットでコンペティションほどみたいなので、検索したら一番賞金が高かったのが、インターナショナルフォトアワードっていうのがあって、それにちょっと出してみたら、カテゴリーなんですけど、ファースト取れたんで、これでいこうみたいな感じで。それなんで、なんでですよ、2000… それ言ったけど、2000… なんか7年とか8年とかでしたよね。そう、8年ぐらいですね。そうですよね、うん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 、確か8ですね、2008年、うん、あ、ちょっと待ってください、なんか資料があるから、資料これホームページもあるでしょ。そうですね、 IP が正しい IPA か、IPA じゃないですか、多分 IPA ってやっぱのご本人のホームページも。ああ、そうですね。載ってるの、うん。確かに載ってる。ちゃんと合ってる。これだ。あ、でも2007ですよ。2007ですね。2007。うん。2009年。2007年の。で、これに撮った時に、うん、一番ショック。衝撃を受けたのは、ここのカテゴリーのファースト撮ってるんですけど、同じファーストの中にビヨンセとか撮ってる写真が入ってるわけですよ。これマクドナルドの広告とか入ってるんですよ。入ってますね。俺なんか別にただの作品撮りですよ。これあ、コロナの広告とか入ってるんですよ。そうですね、広告ですよね。でこういうか、もうこんなの撮れるんだから、世界の要はトップフォトグラファーの中に入れちゃうんですよ。どういうカテゴリー？僕が撮ったのは、なんだっけ、セルフプロモーションだから、自分自身のプロモーションですよね。あ、そうですね、要するにもう作品撮りですよね。そう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 、セルフプロモーションのカテゴリーので、トークを撮れちゃうの、うん、で、普通、多分日本、普通っていうか日本の常識的に考えると、こういうのが入ってたら横に並ぶってめありえなくないですか。そうそう、ありえなくない。そこになんか別に純粋にこう作品だけ見て評価してんだな、しかもこういうのがこういう人たちも応募してくんだと思って、応募してるんですもんね、っていうのにちょっとびっくりしました。確かにね、いろんなカテゴリーがね、アドバタイズ、ミュージックとかね、いろんな、そうそう、ミュージックか、これミュージックカテゴリーだから、これみんな CD ジャケットですよね、デビッドボーイとかビヨンセとかマライアとか。これフードですよね。うん、なんか賞、賞、どういう、なんという賞を取ったっていう。セルフプロモーション。セルフプロモーションっていうカテゴリー。カテゴリー。ファースト一番。ファースト。ファーストって言って。一番。一番で。で、なるほど。なるほど。で、その、もう、で、大体何人かな。で、その後に2009年だって、あの水中のやつで、そうですね、こっちは水中ではない、こっちは水中、波打ち際の、あ、そうか、水上っていうか、あの、波打ち際の、で、こう、2009年の時に水中のやつで、これで2つ、カテゴリー2つでファースト取れるかな。うんうん、それも IPA、 そうですね、うんうん、なんかアカデミー賞みたいな、何部門とかするか、はいはいはい、これも同じセルフ、これはね、もういろんなことが言われてて、これはムービングイメージと、ムービングイメージなんだけど、それピープル、ピープル、ピープル、ピープルとか、え、一つの写真でいろんなカテゴリーに入る、そうなんです、ああ面白いな、え、応募するときにそういうふうに入れてるわけじゃないですか、そうですよ、だから、引っかかりそうなところ、そう引っかかりそう、まあある意味ならゲティと一緒、そうなんです、あの、
同じ写真でもそのカテゴリーに 100% マッチするわけじゃないですか。ああ、そうですね。そうです。こことこの間、まあ、ちょっとハッシュタグみたいな感じで全部モンゴスなるほど。こっちはファーストでこっちはセカンドとかで入る、だからあれだよね、こう、まあ広告も日本の広告もすごく元気な時にはすごくフラットっていうかさ、あとだ全く同じって感じだけど、向こうはずっと一緒だよね。あのなんもちろんなんかすごいファッションですげえ稼いでる人なんてほんとすごいわけじゃない、もうすごい傾向なんで、それともアートで稼いでる人もいるかもしれないし、いろんなこうジャンルがすごいなんかどちらも積み上げできてるけれど、まあダブってる人向かいたくさんいるわけでもないかもしれないけれど、全部同じ場所にあるっていうのがそうですね、なんかあと大体みんなアートやってますよ、そこの人って、とりあえずギャラリーで出してるか出してるかその人のギャラにものすごく左右するらしいんですよね。あ、なるほどね、ギャラリーでやってるってことは、要はオペレーターじゃないんですよね。作家だってことですよね。写真家だってことです。その差ってものすごいんですよ、その、もうほんなんか作家やってない人はギャラがもう30万ぐらいで、でも作家やってる人はまあ上がないんですよ、なるほど。この辺でこうなんか池さんとしては自分の進路っていうか、こうまあ多分インタビューさせていただいても2009年か10年その辺りだと思うんですけれども、で結構海外の賞もどんどん出されてたし、向こうに作品が売れたりとか、おっしゃってたじゃないですか、大きいプリントが売れたりとか ね、そんな感じで、その辺からはまあ作家でやっていこうみたいな感じ。そうですね、別に作家 100%、例えば、アニー・リーボビッツだって別に作家でもやってるけど、そうですね、コマーシャルもやってますよね。ピーター・リンドバーグだってそうじゃないですか、そうですね、みんなそうなんですよ、別にそこってボーダーラインないんですよ ね、たまたま、ベースが、ベースにその自分の作品を作るっていうのがあって、たまたまその作品が何に使われなかったらしいですね。そうですよね、要は広告って取り下ろしですよね、ただ。あ、そうですよね。その作家って、だからなんか日本って結構カテゴリーを下がるじゃないですか。そうですね、広告の人とか雑誌の人とか音楽の人。でも例えば別にいろんなイタリアのバグだって別に CD ジャケットのカバーだってやるし、そうですよね、ファッション誌だってやるし、広告だってやるんですよ。なんだってやる、別にそれでたまたまそこに使われたかっていう話だけなんですよね。なんかそういうのをなんか日本人ってカテゴリー化好きなんですよね。そうですよね、ただそれだけの、まあね、でもほら僕なんか始めた頃はまあ割ともうぐちゃぐちゃになって何でもやってる、だから雑誌、そうそう、僕はまあ特にこうめちゃめちゃグラビアとファッション両方やっちゃったって あんまりないことだよね。で広告もやってたし、だから一応それなりに各ジャンルやって、まあ、ある意味だとなんか全部がどっちつかずかもしれないから、でも昔はそうだったから、だん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 そういうことになそういうこと言われるようになったじゃないですか。でまたちょっと戻ってきてるけど、そうだね。ただジャンル的には例えば、あでもそんなことないな、カメラ雑誌みんな広告の人たちやってたからね、まあ、みんなカメラ毎日だって広告のカメラとか、まあ、若いカメラとかみんな使えてやってたし、コマフトだって、だみんなやっぱりコマフトに乗りたいっていう、やっぱり一番敷居が、まあ、カメラ朝カメラなんかよりも全然敷居が高いっていうか、まあ、ページが少ないけど、まあ、で写真のね、そういうのあって、だから本当に淡みで言ったらあんまりなかったもんね。でもなんかね、それがね、いつの間にかちょっとね、そうですね、それ元気になってからじゃん、それもあると思いますね、元気になってから、あとそういう意味で言ったらちょっと写真がだからアートの部分だけが、まあ、ちょっと元気になったじゃん、昔の、まあ、アートの全然昔全然元気じゃなかったから、それそこだけはこうキラキラしてて、学生かなんかだとみんなアーティストになりたいから、いわゆる写真やりたいね、でもアートの教育受けないで写真のさ技術だけ学んでしか学んでないのに、アートじゃないか、だからそこがさ、ほら写真の学校ってこう技術教育しかしてなかったから、だから違うジャンルから来た人の方が、美術から来た人たちも全然すぐできるわけね、言うならある程度アートの社会、世界って知ってるから、写真やってる人たち知らないからね、アートのこと全然、そういう、そうだな、あとはやっぱり仕事ってこうプロの仕事って基本的には依頼仕事っていうか、だったわけじゃない、特にこう、でもその代わりお金は全然、まあ、世界的には大したことないけど、いろんな中ではやっぱ広告がすごく良かったから、広告の仕事が、まあ、電通から仕事来るようになったらやっぱり一人前に
そうですね、なるわけですよね。だから本当にどんな安くたって1日40万、50万もらえる世界で、多いと思って全然もらえた。だからカメラマンなんかもやっぱ広告の人たちって基本的に俺はアートじゃ全く関係ねえよって言ってもこう確かに稼いでるからもうすごい上手なプロフェッショナルとしてね。ただその中でやっぱりアイデアを考えてるのがこう何ていうのかな、アートディレクターとかそういういうなるのはこう広告なんかの最初の企画に参加してないからカメラマンって。だからある程度そこの何ていうのかな、ある程度形ができた決まってから、まあ例えばコンテントなんかっていうのがある程度できた時点で声がかかるから、ですぐたくさんのお金もらえて、ある意味ではすごい効率いいんだよ ね。ただそこがね、あんまりこうなんだろうな、自分で考えないっていう、だ取り方のアイデアは考えるけど、本質的にじゃあこれを売るために何かなんてことで考えると、それを翻訳してくれるわけですよ。デザイナーはこうやってこういう感じの向こうの写真見せてくれたりとか、あとまあいろんな感覚的なことを言って、それをこうキーワードとして写真を撮るっていうことはしてるけど、これをどうするかっていうことは、最高広告賞だと、あれだってみんなデザイナーと組んでるするから、カメラマンってなんかそういうプロフェッショナルな技術を、まあ、ある意味では技術で再現できるとかってあるじゃん、だから特に見本があればさ、そうだね、こんな写真どうやって撮ってるかなってさ、まあ、今みたいにもなこうフォトショップでできない時代に、だから日本のカメラの世界で一番うまいですよ。だからもうほんと車撮っても、全部こうなんか物撮っても、いうのはポジの段階で完璧なんですよ。完璧なんですよ。それがね、だから僕も車撮ったことあって、友達のトヨタ撮ってるやつが、やっぱ向こうのカメラも連れてきたのね、で撮らせたんだけど、もうめちゃめちゃなきゃ、だってこんなの全部後処理でできるじゃない。そうじゃなくて、もっともっと違うことを俺は撮ってるんだみたいなので、でもそれはすごく、なんかやっぱ日本人のカメラマンはそこにこう完璧にもうポジの中で完成度を求めちゃうみたいなところ、まあそれはちょっと日本的なこう職人根性かもしれない、でもそれはいいところでもあるんですけどね。それはだからすごいって言えばすごいよね。ブスとってさ、有名な人たくさんいたじゃない。たくさんいましたよね。もう本当にこれものあるね。しかも一発撮りの一発撮りとか、ライティングで修正しない写真だからね。まあ今でもそういうことはもう本当毎回なんかもともと修正するの前提だから、ガイドラとかなんかにもさ、すぐこうやってそなんていうのかな、もうみんなすごくいじってるから、日本人ってなんかそういうとこピュアだから責任的なところもあるかもしれない。クリエイティビティに関してはもう AD 任せだったりとかっていう伝統が大切だった。でもアートっていうか表現っていうことに関しては考えるけれど、例えばこれを売ってくれって言った時にここに本気はあまりしないみたいな。そうですね、コンセプト、まあ、コンセプト、ね、だからそうコンセプトが、ね、もちろん自分のやりたいっていうコンセプトは、まあ、そういうことなしで完全の人もいるけれど、だって荒木さんとかものすごく考えて、ね、荒木さんは、ね、だからそれはちゃんと、だから彼はなんか、まあ、彼は最初からもそういう広告家に乗れなかった人だから、あの世代で唯一荒木さんだけじゃない、あのいわゆるこう60年代にあのブレイクしなかったんだって。荒木さん70年代だからね、前のカメラだってもう10年前からもうみんなすごい活躍してたけど、なるほどね、あ、そうかそうか。で、リッキーさんがゲッティと出会ったってのはいつ頃なんですか。さっきな結構前で、そんなに覚えてないんですけど、多分こういうショーを撮り始めた時に小林さんから何きっかけだったか忘れたけど声をかかって、小林さんの方から声をかかってあれがあったってことなんですね。そうですね、どうみたいな、そうまだね、あ、そうギャラリーと契約してなかったんですよ、その時。ああ、まだギャラリー、まだ、それで、その時にやってたんですよね、その時からやってましたね。いや、ゲッティ以前って何かやったことあるんですよ、ストック。いや、ないです、ないです。あ、それ初めて。じゃあその時にストックを取って初めて。そうです、調べて、あ、調べて、でもあったね、話をしたんですよ。ただ、もう、アニーとかとも仕事、小林さん仕事してるし、もうすごい名だったらフォトグラファーはいっぱい入ってるんですよ。自分の好きなフォトグラファーもいっぱい入ってて、何それって思うわけですよ。こんな大手なんだみたいな。それでね、ライブ、演出やるみたいな感じですよ。そしたらもうそれだけでやるって感じですよ。この中に入れんだみたいな感じ。そうですよね、並べるだけですからね。まあこれと一緒だね、なんかね。自分の作品がこういわゆるこう、そうそうそう、しかもね、一緒に入ってるっていうのはすごいよね。ゲッティが日本の事務所できたのって2006年。あ、じゃあすぐだったんだ。そこまで知らなかったね。そうですね、もうジャパンで来たのが2006年。じゃあもう本当にその次の次の探してたんだよ。もうでも本当に小林さんが日本のフォトグラファーを多
多分探していた頃ですけど、でもやっぱりじゃあきっとこういうのご覧になったってことですね。そうだそうだ、ゲッティでコンペティションコース全部さ、ゲッティの登録動画やっぱね、進めたい、ゲッティで勝手に応募したりするんですよ、そうですね、ここに応募したいんだけど、で、多分僕も入ってたもんね、名前が日本人だっていうことで、多分そう、まあどこがきっかけかはちょっと詳しく聞いちゃったんですけど、なるほどね。その時はあれですか、その時の話って、例えばじゃどういう写真を預けるかってことになると思うんですけど、その、もう例えば賞に入ったようなそういう写真からもう全部最初は預けてましたね、だけどちょっとギャラリーと契約があって、その契約の関係でやっぱその今週中のプレスでシリーズとか、あと賞を取ってるとかギャラリーで販売してるシリーズはちょっとストックには載せられなくなって、でちょっと押してるんですけど、ああなるほどなるほど、まあそれ以外のものは、じゃあ例えば逆にそうじゃなくて、そのまあじゃあこれゲッティにどうかなみたいなので撮影したりとかはするんですか。そうですそうです、そういうこともするし、なんかこう面白い、その撮影ギャラリーに出す前からだからじゃないですか、別にこれが本当に作品になるかどうかわからないので、実際のプロトタイプっていうか、そういう実験的な作品を僕が出して、ああ面白いですね。それがあのこの間の誰だっけ、渡辺さんもそう、渡辺君だから、彼はほら最初の頃も本当普通の、まあ言うなら速報等にあるような写真を撮ってて、でもそういう実験的なことを始めて、だん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 自分の一番やりたいことがどんどんシンプルになってきて、だんだんアートに自然になんか、その中でこうあの中で鍛えていかれてるみたいなね、だからいつもそういうお客っていうか見てる人たちがいるわけじゃない、だからそういう実験自体の途中をどんどん出しちゃったもん、出しちゃうね、それで固まってきて、もしギャラリーでこれも確実にやるっつったら、ひょっとしたら下ろさなきゃいけなくなるかもしれない。でも、でも俺そうだよ、いいよ、そうそうそう、そうだね、でもその場っていうかさ、どん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 こう進化していくことができるし、その進化のプロトタイプの段階ってギャラリーも出せないし、お金に一切変えれないんですよ、変えられないですよね、出たら出てないし、でもそれをゲッティでお金に変えれるっていうのは、でもそこそこのクオリティはあるわけですよ、そうですよね、コンセプトだけがいまいちだったりするっていうのもいっぱいあるんですよ、やっぱギャラリーでちゃんとアートしてるとか、コンセプトワークもちゃんとしてないから、でもコンセプトもちゃんとまだ固まってない作品っていっぱいあるんですよ、まあありやろね、途中で出したりありますもんね、でまあそういうの出せるっていうのはいいですね、でしかもそれでなんていうか、それをこうアップすることで人が見てくれるわけだから、なんかその中で自分で貯めといてもね、別に進化がね、自分で考える頭の中でしか進化がないけど、そうだよね、写真家ってさ、特にまあ日本の写真家って日常しないから、学校のカメラマンたちって日常って当たり前じゃない、だから報道系だってみんなそうだし、昔のだから、言うなら報道写真なんか撮ったりしたり、エージェントに預けて、それが世界中に売るわけよね、だから一個一個大したギャラじゃないんだけど、実は全部まとめると、まあ、ちょっとタイムリーなものを撮っちゃったりすると、すごいお金になるっていうか、そういう二次仕様でちゃんとビジネスしてて、だから一発で何百万とか何千万とか、そんなことほとんどないことで、実際はこういろんな。何回も使用することによってお金になるんですよ、そういう仕組みが日本にはないね、やっぱりね、だから全部独占じゃん、雑誌だって一回使ってで、なんか中途半端な状態にされて、まあ一回使ったものはもう使わないみたいな、いろんな雑誌なんかみんな小さい、出版社小さいし、だからニューヨークで売れたものはロスでまた売れちゃうみたいなのってあるじゃない、そうですよね、雑誌向こうでギャラなかったりしますからね、そうですね、でもその代わりそれをアートとして自分で出せたりとかして、それでその例えばウォーグに行ったっていう人が履くんだってまた高く売れたりするじゃないですか、そうですよね、そうですよね、で本当にこうね、あのおっしゃってたけど、いろいろ向こうの雑誌ってなんとか版なんとか版があって、でまあ日使用されると多少ないとも入ったりとか、それでいろんな人が見てくれて、また声がかかったりとか、そういうのがなかなかちょっとね、二次使用がないと、なかなかね、人二次使用するためには著作権を持ってはいけないですね、そうなんですね、というふうに戻った話が戻っていくっていう、本命的には著作権を持ってるかどう、ちゃんと持ってるかどうかが結構、一番大事だと思う、大事ですね、まあね、そう、モデルリリースとね、自分の使う権利を明確にして、まあそこだ、結局日本のカメラマンたちが今何困ってるかって言ったら、自分の写真を使えないから困ってるっていうか、本当に先に進まないっていうかね、まあそこに尽きるよね、本当に。
本当そこに尽きると思うんですよね。うん、著作もっと著作権ですよ ね、 なるほどね、うん、著作者なんて著作権がないって、まあ、なんか変な話よね。だから特に普通、まあ、風景だったらまだいいかもしれないけど、うん、人間撮ればやっぱり相続権いろいろあるから、うん、やっぱりそこって使えない、まあ、ニュース写真ぐらいにしか使えないから、うん、まあまあ、作品かなんかだったらなんかまたでもやってもでも有名な人だったらできないです、うんうん、そうなんですね。そこって本当大事っていうか、うんうん、まあだからやっぱりそういうところで今あのそういう意味も含めてちょっとねゲッティに注目の子が集まってるし、だから結局ゲッティがやってるのは一番世界の写真の基本、基本、うん、ものそこに基本を俺たちに教えてくれてるっていうか、で日本人が一番抜けてたところで、でも本当はそれが普通っていうか、そうそうそう、それが全然世界的にやってる。はい、僕ミュンヘンにギャラリーと契約してるゲッティ作詞だって言いますもんね。ゲッティ条件悪いっしょみたいな、ひどいでしょっていう。ゲッティでさえそんなによくない、でもゲッティって一番、まあ、日本世界でも5本の指に入るマーケットを持ってるからそうなんですけど、そうでさえそうなんですよ。あ、なるほどね、世界的に見ると。そうそう、日本でももっといいとこってあるわけ。でももっといい条件、でもその代わりゲッティよりもゲッティってすっごいワールドワイドだから、まあ、ていうか、まっちゃん、なんていうか、この間スポーツのこと、僕スポーツのカメラマンにね、はっきり言ってゲッティは敵だと思ってる。だから本当は違うんじゃないって言いたいんだけど、何かっていうと、だってもうスポーツなんて全部ゲッティに牛耳られてて、だから契約してない限りちゃんとしたショットも場所でも取れないし、それも全部ゲッティやって、ただまあちょっとあのでもじゃあゲッティと契約なぜできないのかっていうと、契約するなんか努力した方がいいんじゃないかなと思うんだよね。なんかだってこのカメラマンたちみんなやってるわけだし、ゲッティだけじゃなくていろんなところがあって、別に複数と契約してるんですよみんな。あ、そう、別にいいですもんね、うん、うん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 、ゲッティ以外でもなんかもっとスモールで、ヨーロッパだけしかやってないとか、うん、アメリカしかやってないとか、そういうところ結構あるんですよ、うん、でもそういうところの方がマーケットちっちゃいけど条件は良かったんですね。そうそう、部外があの、ゲッティの部外よりもはるかに良かったです。ただ複数ちょっと契約して使い分けたりとか、預け分けちゃったりとかして、例えば絶対にこれアメリカ売れないやろとかヨーロッパだけも預けたりとかしてるらしいんですよ。なるほどね、うん、でもまあ僕はそんなにあんまりやってないですけど、めんどくさくなっちゃって。確かに大変ですよね。でも結構なんか、この人に言うと、うん、まあそうらしいですよ。あ、うん、まあちょっとそれにやっぱり独占してることが、そうですよね、結構やっぱりカメラマンたちの中では、うんうん、そうそうそうね、特にスポーツイベントとかそういうやつは全部、あ、まあ、オリンピックもそうだけど、もう全部取られたりしたもんね。あとゲッティとコービスってマイクロソフトがやってるコービスとか、ああいうとこもすごい、うん、あそこは結構あれやってましたね、アーカイブいっぱいやってましたね、そうですね、美術館の作品とかね、うんうんうん、僕コービスも一回声がかかったことがあって、うん、まあ、そこちょっといろいろ貯金があれなんですけど、コービスは美術系に強いところ割と強いかもしれないですね。コービスなんか日本絶対しちゃいますから、あ、そもそもね、うん、それでちょっとなくなっちゃうんですけど、そうですね、一時期いろいろあったんですけど、でも確かに天名があったりとかいろいろあるんだけど、やっぱりなかなか、うん、だからね、根本的に写真に対してのリスペクトが大事な金持ち系ってしかないんだよね、うんうん、ゲッティはもちろん金儲けなんだけど、それに対しては写真に対してのリスペクトがあるから、だからこう売れるものとそうじゃない写真が、売れるから良い写真で売れなければ良い写真じゃないってことだから、写真はいろんなものがあって、その全部もつまんないやつはつまんないし、面白いのは置いて、そういうところが通るかっていうか、まあさっきのこれなんかもそうだし、こうなんだろうな、なんていうの、ジャンル関係ないし、有名無名関係ないし、いい写真がいい写真っていうことが言えるんだよね。日本なんかそれないじゃん、なんかさ、なんかもうこうすぐこう何でもなくなっちゃうし、だからその辺のこう本当のリスペクトだから、だってストップフォトやるんだったら別にさ、単純に金儲けでいいじゃんって、そうじゃなくて、やっぱりそれで、でもきっとそこのこう、まあ人に真似されちゃうようなものがまるでこう出しちゃうって、 でもそういうことで、それも一つのそれの中の一つだと思うしね。ね、だって売れなくても面白いと思ったら採用するもん。そうそうそう。そこ面白いですよね、なんかね。でもそういうのって教育だからね。なんか見るがあって、だってこれ実用的に売れてるだけで、で意外とそれだけは見せないじゃん、あんまりね、本当に売れてるもののランキングって、外には、中にはあるから、ね、でも本にしちゃうからね、現金はね、売れてないやつでも、ね、面白いですよね、そういうのが、ね、そういうんじゃないからね、そういうんじゃないところが面白いですよね、だからそれがやっぱり写真の面白さって、やっぱりあれだけなるべくただ売れてるだけのやつを並べたって、
決して面白くない。だって、ね、実際の仕事って全てそうだと思うけれど、うん、こうなんていうのかな、依頼されてる仕事ってみんなコンサルじゃん、基本的に、ね、みんな寝られてさ、そうです、ね、寝れば寝るほどさ、うん、こうみんなで寝れば角が取れちゃう、角が取れて、もうなる、そうそうそう。でも仕事そうじゃん。だから違う意味で言ったらプロフェッショナルって自分の作品を作ってると依頼された時に相手の気持ち、ね、何がしたいかっていうことを完全に組まなくちゃいけないから、だから別にタネットの顔のアップのシェロバックで撮るなんて、はい、笑顔じゃなくても顔のアップの一番多いじゃないね、はい、あれってでも意外とさ下手な人が下手だし、うん、やっぱり技術がいるじゃない、うん、なんかだけど撮り方自体はさ、はい、別にすごいコンサルでさ、はい、まあ別に何ていうの撮れるって言ったら誰でも撮れるけれど、はい、そこがそういう写真だ、さっき荒木さんが、うん、まあ、雑誌みたいな写真撮ってんじゃないよっていうのは、うん、雑誌に出てるのって、うん、はっきり言ってそれ流通してるさこう、うん、すごいコンサバなものなんだよね、うん、だからかといって撮ってる人たちはいろんな人たちが撮ってるわけだし、うん、その人が本当にやりたいやつはもう絶対面白いかもしれないけど、うん、載ってるものだけ見るとなんかそういうことは分かんないから、うん、でもそれを真似しちゃうじゃん、うん、こうやって撮れなくちゃいけないのかなとか、うん、モデルもなんかすげえ、うん、外人モデルじゃなくちゃいけないのかなとかさ、うん、そういうこうまあ知らないと外にいるとそういうふうになっちゃうわけ、ね、うん、だそれ出てるものを広告や雑誌でもそういう仕事として出てるものだけを見ているとやっぱりね、もうそこでフォトグラファーが実はこっち裏で何やどんなことやってるかとか、うん、自分の作品ではどんなこと撮ってるか見えてこないんですよね、うん、そういうの見えるところも面白いのかもしれないですね、うん、ちなみにあのなかなか聞けていたと聞けなかったことなんですけど、賞を取ると、うん、あの賞金も入りますよね、はい、それってゲッティにもいくらかいったりするもの、そのゲッティを通して、あ、ゲッティを通してあの賞をとあの、まあ、応募させられるさしたらいいよって言われることもあるっていう話をこの間聞いたんですけど、うん、それってそのゲッティにとってどういうメリットになるんだろうって。でもゲッティにとっては賞、コンペティションを取った写真が使ってるですよ、あ、そっかそっか、めっちゃ宣伝してますよ、ゲッティのサイト内すごい宣伝、すごい宣伝、今年のこの賞を取った作品を使ってるんで、もうそれだけでイメージじゃないですか、それすごい大きな広告だよね、めちゃめちゃ広告だよ、出ていいよいいよじゃなくてさ、なんかなんていうのかな、こうイメージアップっていうか、写真になんていうかこううちはレベルの高い人たちがいるんだとかね、うん、そうでしょうね、もうすごい宣伝ですよ、だからすごいね、あのいろんなところに出したりだから、そういう意味で言うと逆に言うとその取れそうな人とかがいてくれないと困るわけだから、いろいろ調べて声かけるってことなんでしょうね、うんうん、やっぱり一の部分はね、ないと全部売れたりとか、うん、みんながいいよっていうものだけ並べても、うん、やっぱりそうじゃなくて、やっぱりこう一番とんがってる部分って、うん、なんか昔の ADC とかなんかだって全然広告としては流通してないものがさ、うん、ちゃんと ADC 取ったりするんですよね、まあ僕らあの強かったから彼らたちが、その中でユナプロのあーなんかアートディレクターたちが、うん、あの今年一番面白かったものって選んでるだけで、うん、あのその広告がみんな見たことがないからさ、そうなんですよね、なくたって別に面白かったよね、面白いよね、だからそういうやっぱエッジ、まあそれより人っていろんなもののリスペクトだよね、やっぱりこう人気があるだけじゃなくて、やっぱりこうなんかすごいみんながやられたっていうか、まあ、そうですね、こうそういうこう、うん、あこんなことあるんだなっていうようなことを見せることも写真の、ね、表現の一つ、ゲッティ美術館、あのお兄さんだっけ弟だっけどっちか忘れてる兄弟がね、うん、美術館もやってるぐらいだからね、写真もね、ああ、ね、なるほどね、だから写真の地位を上げれば自分たちはもっと金持ちになる、まあ、そう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 いうことだよね、業界のそうそういうもう日本はその逆今やってるから、もうどんどんカメラマンをこう消耗さ、若いカメラマンたち見ると本当にひどいことになってるから、ビッティの社長のインタビューでなんかの、うん、あのライターさんに君はペンを持ってるけど、うんうん、私がペンを持ったとして私はプロのライターだと思うのか、質問してるんですよ、うんうん、それと一緒で私が iPhone を持ってても、うん、私はプロのフォトグラファーじゃない、うんうんうん、あプロのフォトグラファーは iPhone だとしてもいい写真だと思って言ってるんですよね、うんうんうん、まあそのデバイスは実際は、うん、ほら iPhone じゃない、うん、ちゃんとした一眼レフとか、うん、ああいうのカメラ使うかもしれないけど、うん、やっぱり、うん、ペンにそうみんなが普及して、うん、iPhone っていう状態になって、うん、みんなが持ってる状態になって、うん、それペンと同じになったってことなんですよね、うん、あそうですね、いやそうだ、カメラ完成そうなんだよ、そうそう、そこから初めてやっぱちゃんと認められるっていうか、うんうん、ペンも誰でも持ってるし鉛筆も持ってる、うん、でも画家にはなれない、うん、ライターにはなれない、そうですね、うん、それと一緒でみんなカメラ持ってる、でも、うん、あの
フォトグラファーになれない、うんうんうん、っていうのがやっと分かるようになってきたっていうか、今まできっと、うん、高いカメラ使えばよく撮れるんですよ、美術からよく撮れるんですよとかっていう先入観があって、うんうん、で、まあ、そこそこのカメラが、うん、性能いいカメラがすごい普及しちゃって、うん、なんか誰でも撮れるんでしょうなっちゃったんですよね、うん、きっとこっからが本当の勝負だと思うんですよ、うん、そうだよね、うん、というかだからまあ写真学校がみんな結局だって僕らが言ったらピント合わせてそれで、まあ、露出やって全部手じゃない、まあ、露出系使ってさ、うん、全部それで全部技術ですね、高い技術で多分それを全部マスターするのにすごく時間かかったと思うし、だから女性なんかやっぱりそんなかなかできる人なんかいなかったけど、今って全部はっきり言って今のカメラって押せば映るじゃん、ね、だからそういう意味で言ったらまあ言うなら万年筆あれば誰でも描けると同じようにと同じ写真がそこのレベルに来ちゃったんだよね、そうそう、やっとそこまで来たから、そう、来てここから本当にじゃあフォトグラファーってなんだっていう話になる、そうそう、だからクリエイティブなことも全部含めて写真で何ができて、ね、世界に何が貢献できるかじゃないけど、そういうところの他のメディアと、だ音楽ってある意味って誰でもできるし、うん、歌なんてカラオケ見るには歌詞より上手い人たちたくさんいるけれど、うん、でもコンセプトどんな人の歌をただカラオケで歌ったってそれは表現ではないわけよ、結局ね、うん、やっぱり写真なんかもさ別にさじゃあ、まあ、上手に力さんの写真撮る人もいるし、うん、カメラが良ければ誰かもどのぐらい撮ればさ撮れちゃうしさ、あとレタッチすればなんかもうなんとかなっちゃう、なっちゃうけれど、じゃあなんでそれを撮って、じゃあ何のやなんだろう、なんかそういう、まあ、アートと同じような表現、なんでそれをお前がするんだよっていうようなところがすごい、もうこれからそこしかないよね、うん、iPhone とかこういうコンシューマーに出てきた、もう一人一台カメラの時代になってやっとスタート地点なんですよ、うん、きっと写真見て、うん、やっとペンの領域にやっとなったんです、そうですね、なるほどね、うんうん、だからこそ著作権が大事だ、そうそうそう、著作権もそうだし、うん、いやだから可能性としてはだって iPhone から入って、うん、iPhone だけで一生終わる人はいないと思うんだよ、うん、もし写真に興味持っちゃったら、うん、やっぱりカメラが好きなんだよね、そこが面白いんだよ、写真で全部絵描けるかって言ったら描けない、そう一緒で、そうそう、それと一緒なんですよね、そうなんだよね、であとまああと物としてのこう何ていうのかな、道具が欲しくなるんだよね、うん、しかも専用のね、これやっぱり複合機も何でもできちゃうから、うん、でもこれ自体も結構やばいところに来てるなと思うけど、カメラすごいですよね、何がやばいかって僕は今これ7もう全然前で気にしなくなったってことが、あ、俺ちょっとやばいなと、うん、これがすごく大切なもんじゃなくなってんだなと、うん、ただの自分のこうただの道具、うん、でも iPhone ってそうじゃなかったじゃん、うん、みんな愛しちゃってたよ、もうここにさ全て愛情があったんだけど、うん、なんかある時全然なんかさもうバージョン別にね6だろうから、うん、全然まあいいかもってなっちゃう、だって別にやなんかねもちろん画面がでかい方がいいなとか、うん、そういうふうに思えば変わるかもしれないけど、うん、いやなんかねこの7ぐらいから iPhone に対しての愛情がちょっとなくなってるのが何かなとかそれ新しいでもそれが本当の意味での洗練される領域なんですよ、そうだね、うん、だってそうシャーペンだったらねないですよね、別にそう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 、これがあるとかないですよね、プロの人はシャーペンだって綺麗に描けるじゃないですか、あ、まあ、本当にすごい、そうですよね、うん、でもやっぱり本ちゃんの絵はシャーペンで描かないじゃないですか、ね、それと一緒なんですよ、うんうんうん、まあシャーペンでも描けるけどね、描けるけど、でも実際ギアがね、ちゃんとさえやるんですか、まあね、ちゃんと iPhone でも撮れるけれど、どうちゃんとやるじゃないですか、うん、ちゃんとなんか顔料インク作るとかやったりもしちゃうじゃないですか、そうですね、うん、なるほどね、それと一緒なんですよね、うん、いやそこをちゃんと分かるようになってきたのがやっとここ最近なんですよ、きっと、だからまだまだって言ってもしょうがないと思うんですよ、ね、だからみんなさ結構カメラ好きってすごく多いんだけど、実際本当は写真でも面白いってだんだんだある時にちょっと分かるんだけどね、まあみんなもう昔は本当カメラ好きってこうすごく限られた人たちで実際みんな写真が好きだったんだけど、今はなんかカメラ好きがすごく多いじゃん、なんかデジタルカメラが好きな人たちが多いなと思う、でも本当はそっから先があってそっちがすごく面白いから、だからこういうやつ見れば本当に写真ってこんななんかさ日本の情報ってすごい少ないけど本当何でもいろんないい写真ってたくさんあるじゃないか、だからそうやって面白いと思うっていうことが、うん、もちろん写真でやってる人たちだけじゃなくてみんな分かってるようになったんだよね、うん、ただそれがこうみんなが、まあ、例えばじゃあそれ食っていこうと思った時にこうビジネスにつながってるかっていうと、うん、なんか全部外れちゃったっていうか、うん、まあ、特に日本ではそういうことになっちゃったと思うけど、実はすごくこれからチャンスたくさんあるよね、多分この辺からたくさんスター出てくると思うし、今
現状池谷さんはその辺のでもバランスというか、どんな感じなんですか。その今お話し出たように、あのそういうプロトタイプ的なものとかを限定に出したりとか、出したりとか、もう本当本当ね、こんなですよ、髪がもう2年間やんないとか。ああ、割とじゃあ、あのこう付き合いとしてはこう、もう波がある感じ。ああ、めっちゃ緩いですよ、ね。いい、まあ出せそうなのが取れたらまとめ出すみたいな。ああ、まあ取れたなんか1個ぐらいで出すのもめんどくさいから、ある程度まとめて、もう一気に出して、お会社に行って、こういうの使えそうなのあるって感じで、それの朝もみしてみたいな感じで、その収入出したりとか。別に目的には現金のためにって感じではないです。あんまりそういうのじゃなくて、自分のためにもうそれは 100% やってて、別に手に入れてるのを出してるわけじゃなくて 100% でやって、その中でああこれはちょっと自分の作品としてはちょっと違うかなとか、まあ合ってたとしてもまだ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 かな、ちょっと見つめ合ってないなというのを見つめちゃったとか。そういう、例えばそういう、なんていうのかな、自分で売れ線、これもしかしたら売れるんじゃないかっていうようなことなんかで作ることもあるわけ。そういう時もたまに小林さんに言われてやることもあるんですけど、まあ、でも僕にはあんまり小林さんはそういうの求めてなくって、池谷君はこういうのは別に期待してないよねとか言われちゃっていいよとか言われちゃってするんですよね。まあ、前に何回かそうやって、一回もうちょっと小銭稼ぎのためにベッティで、もう一回もストックっぽいのを取った時に、池谷君にはね、こういうのはね、期待してないんで、そういうのもっと奪いしてるからって言われてそうじゃなくて、もう池谷君は池谷君の芯を取ってって言われるから。あ、でもいいですよね、そのね、で、取れた時に言ってくれればいいからみたいな感じですよね。じゃあちなみにこれのさ、なんか俺さ、これなんかにも、なんすか、YouTube かなと思って動画ですね、あの、なんか動画で見たもん。動画で、そうそうそう、動画でもあってんだよ。動画でもあってんだよ。それ映ってない、あ、見たかもしれない、まあいいか。なんかあの、この方を撮影してメイキングみたいな。それか、それはね、これとはまた違うんです。また違う、でもシリーズ的にはちょっと、そうそうそう、同じようなやつで、そっちはゲッティで、ジェンダーフリー。あ、ジェンダーフリー。フリーをテーマにして、やってほしいって言われて、それで、あ、そうかそうか、あんなテーマがあったんですね。で、それで、牛本さん撮った時って、そのモデルリリースはどういうふうにしたんですか。普通にモデルリリースでも、例えばそれを、じゃあもし売れたらどうするかとか、そういうなんか、いや、そんなのじゃないです。あ、全然もう分かんない。僕自身は全然売れないって分かってるそんなに冷戦じゃないし、みたいな。分かってる。じゃあもう本当に、じゃあもうリリースをしてもらったと。じゃあそこら辺が考え硬いでしょうね。なんかそういろんな幅のあるものを許容して入れるっていうよりも、だからそこは写真のリスペクトのモデルだもんね。結局単純にビジネスとしてビジネスになっちゃって、売れないよこんなの。全短期的な視点で、そうすぐ売れる、すぐ売れる。だから写真が面白いか面白くないかって言うのは、売れるか売れないかとはまた違うことなんですよ。違いますね。これその時撮ったやつです。だからゲッティ的にやっぱポートレートがあった方が売れるからって、そう、そういう余力をやっぱ入れてくれてるんですよね。どうせ撮影するんだったらこういうのも一応さ、それで撮っとけば、それで撮っとけば、僕は多分純粋に作品撮りだけだったら多分それやってないですけど、小屋さんからそこでそれ撮っといてって、ついででいい。あ、なるほど。でも普通のストレートのことです。でもそうするとそれがお金になったりするんです。そうすると作品撮りのお金がそこで生まれたりしますもんね。いいかな。なのでそのまあ経過みたいなのずっと撮ってあるそうですね。あ、これ動画になってましたね、このね、途中。これジェンダーフリーとかテーマにして撮ったんですよね。どうやったら大きくなるんだろう。なんでブリッジなの、そう。でも、お小さいのこの大きさ、もともとは小さいんですね。あ、小さいね、なんか小さい。
て、そのまま別に撮影、予定した撮影とは全く関係なく、大輔さんが踊りたいってことが出てて、踊って、踊ったところも撮って、それもまた面白いかなみたいな。突然やり始めた。まあ、ここまでの流れですね。それは、この辺は結構面白いから。じゃあこの辺はちょっとそのテーマがあって、ちょっとじゃあやってみようかみたいな感じで撮ったものだったんですね。でもこれも別に売れそうじゃないじゃないですか。でこれはまあ池屋さんっぽいから、これはオーケーで面白いっていう。でもこれ、まあこれとはまた違う。まあこれとは別でいいんですけどね。でもモデルさんとしては同じで、写真としては同じだけど、また違うシリーズで。てかこれを前、そのこれより前に前に撮ってやってて、これ面白いから、これでなんか別バージョンできないみたいな、じゃあ俺これ面白そうだって言われて、で、それで、やっぱり大輔さんが女装したいって言ってたんで、これジェンダーフリー、あ、そういえば大輔さん女装したいって言ったなとか思って、それは面白いね。だから結局別に 100% 僕の作品じゃないかもしれないんだけど、ほぼ 70% の作品なんですよ。まあでもそれはセッションだから、それも作品なんだよね。そういう面あるわけだし、で別に小林さんからこういう絵を撮ってくれっていうコンテみたいなのがあったわけでもなく、何でもなくて、テーマが1個、テーマが1個、あ、うちでこういうの今打ち出してるよぐらいなんですよ。別にそんな別に縛ってもないし、完全にディレクション僕だし、なるほどね。でもそこで、あ、結びつくなみたいなことがパッと思いついたみたいな、ね、僕のテイストはそんぐらいです。あの、受けての付き合いがなかったから、たまたま会えばやる、やるみたいな、ね、ぐらいな感じです。そんなに堅苦しくやらなきゃって感じで、ね、いいですよね。それはそれでそういう距離感みたいな。そうだからいいのを取れた、あ、ゲットに出せそうなればやるし、たまたまテーマ的に一致する相談があったら出すし、みたいな。あ、なるほどね。面白いですね。だからそんなに堅苦しくやってないんで、だからこそ長くできてる。そうですね、そうですね。なんとなくこうずっと続いているみたいな、ゆるく続いているみたいな感じですね。これとかさ、あ、そう、ちょっとあれ、あれですか、じゃあ小林さんとのやり取りはその常時っていうわけじゃなくて、そこからまあでも向こうからでもこっちからでも、こうなんか面白いのを取れたんだけど、これをって言ったり、向こうから最近どうって言ってきて、あ、そういえばと思って出したりとか、最近こういうテーマ出してんだけど、どうとか、時々こうそういう、たまに連絡する、3ヶ月とか半年間に1回こうやったりして、面白いだから多分人によって、渡辺さんとかはもう結構がっつりやってると思うんですけど、僕は割とゆるくやってて、僕はアートの方に足を入れてるので、やっぱそういう感じの方がやりやすい、やりやすいね。そうです。でも人それぞれ多分いろんな付け方をしてて、そうですね、で、その人に合わせてやってるんでしょうね。僕みたいにこうそんなストックみたいなのを要求してないみたいなこと言われちゃう人もいれば、逆にそういうのを要求してる人もきっといるはずですよね。国はそんなに目線を要求されてないから今、そのギャラリーでのその活動というか、はい、そちらの方がまあ軸足としては主体と、はい、いうことです。とか、まあ、今もそのショーに応募されたりということも、それ最近はもうショーはいいかなと思ってて、ショーに応募しないんですけど、今、え、ギャラリーどちらと契約するんですか？ミュンヘンにあるギャラリーと、ミュンヘンのウテクギャラリーと、日本の、小暮さんで、ギャラリー小暮です。この2つがメインで、あとはなんかこう、そこ経由でやったりとか。あとバニラガローもピンポイントで。そうですね。それはまあピンポイントっていうか、メインって感じ。なるほど。ギャラリーにとか書いてもいいんですか？僕は大丈夫ですけど、そうですね、小暮さんっていうギャラリー小暮ってあるんですけど、はい、現代アートギャラリーで写真の人は全く知らないと思います。写真の作家ほぼいないんで、現代アートギャラリー日本画から始まったギャラリーなんで、ああ、そうなんですか。え、でもそういうのも他に巡り合ってこう、そうですね、たまたま紹介してもらって、やっぱりどうしても写真の方って写真のギャラリーかなって写真ギャラリー、僕あ、ウケブギャラリーも写真の作家はほとんどいなくて、僕はそういう現代アートの中のギャラリーでしかやってないですね。むしろ写真のギャラリーとはやりたくないと思って、写真のギャラリー終わってるだと思って日本、特に日本では海外はまだ可能性あると思うんですけど、でもそれも変わってきてたと思うんですけど、現代アートの中の一部にならないといけないんですよ。なるほどね。それがペイン
と同じになるんですね、カメラ。工芸とかもう全部、うん、全部そうです、うん、何でもありますもんね、現代。その中の一つにならないと、やっぱ写真は写真って思ってるうちはダメですよ、うんうんうん、その中に食い込んでいかないと、うん、多分ワールドマーケットに入れない。ああ、なるほどね、うん、だって全部のこの所属してるギャラリーに共通するのは、うん、世界でターゲットにできるワールドクラスじゃないともう意味ない。だからそれだけ日本だけの国内だけのマーケットでは無理なんですよ、うんうんうん、海外の売り方って 70% ですからね。あ、売り上げの、海外ってちなみにどこの国が一番こう、僕はヨーロッパの方です。圧倒的にヨーロッパで、ヨーロッパでしか売れないぐらいの、うん、その中の国って中でもなんか、でもこの間イタリアとかロンドンとかロンドンも言われてたし、スイスの人も言われてるし、うん、なんかヨーロッパ割とでもアメリカで全然売れないです。それテイストの問題ですよ、テイストの問題ですよ、うん、やっぱアメリカやっぱ保守的だしポップなのが好きだから。ああ、そうそうですね、そうですね、うん、まあ、中にはそうじゃない人も当然いるんですけど、うん、あ、シカゴの人とか売れたことあるんですけど、やっぱり売り上げ比率的にはもう、うんうんうん、でもそういうのも全てやっぱりこのワールドマーケットにご自分の写真をさらせたっていうきっかけが大きかったっていうことですね。大きいと思う。直接的ではないんですけど、間接的には絶対ありますよね、うん、こういうのに例えば賞を取ったら、うん、いろんな雑誌とかに特集されるわけですよ、うん、はいはい、そしたら、そうですね、とかウェブサイトとかにもリンクされるわけですよ、うん、そしたらそこのリンクを、ウェブって面白いのはリンクのリンクのリンクとかあるじゃないですか、そうですよね、シェアとかね、うん、ウェブ、うん、そしたらリンクされてやっぱり、うん、そうして拡散していくうちにいろんな人が目をつけてくれて、うん、誰かが見られる人を見つけて扱ってくれる、うん、でプロセスがありますよね、うん、やっぱ拡散するっていうことはインターネットってすごいですよね、うん、しかも国境はないですからね、国境ないですからね、うん、でしかも早いしね、写真はね、早いですね、うん、インターネット以前の日本人がギャラリーに預けるっていう感覚とは全く違うっていうですよね、それはどういうことなんですか。要するにワールドワイドに展開していきたい、あーワールドワイドに展開しなきゃ意味がないぐらいの勢いですよ、うん、今いろんな人のギャラリーに聞いても、うん、やっぱり海外のそういうアートフェアとかに出すのが前提なんで、うん、アートフェアに出せなかったら、うん、自分のギャラリーでしか売れないわけです、うん、自分のギャラリーだけの売り上げで、うん、その持ってる箱の売り上げだけじゃ賄えない、あ、まあ、賄えないですよね、そんなに日本は売れないです。あ、日本、そうですね、日本マーケットはないですよね、そうそうそう、確かに確かに、だからまあそういうことを世界ってことを考え始めてようやくまあ成立するっていうか、多分ね、他のジャンルもそうですよね、きっとね、例えばフィギュアスケートとかもやっぱ世界に出てやってるじゃないですか、うんうん、スポーツとか特にそうじゃないですか、そうですね、そういう感じありますね、うんうん、もうね、どんどん外に出ていく、そうね、音楽と小説ぐらいじゃない、うん、でも小説だって結構翻訳版とかみんな頑張って、まあね、まあね、本当にね、まあ、漫画だってそうですよね、まあ、漫画すごいよね、漫画すごいですね、だから結構いろんなことがボーダレスになってきて、うん、なってきてますね、日本で100の売り上げを入れて生活するのによって日本で例えば100の売り上げが生活するのに必要だったら、うん、日本では10、うん、他のところで10で10個合わせて100みたいな、うんうんうん、そういう感覚になったら1個の国で大ブレイクするんじゃなくて、うん、いろんなところで薄く広くするから、うん、まあでもそうなんだろうな、基本的に、ね、そういう感じです、うん、そうですね、一つの国の売り上げだけでは生活できないです、うん、で先日も売れたのが、まあ、今日ミュンヘンギャラリーの売り上げなんですけど、買ってくれたのはロンドンの人だし、あ、なんかそういう、なんかそういう、なんかもう薄く広いですよ、どっかで1個の国で大ブレイクなんですよ、うんうん、決して1個の国ですごい売れてるわけではなく、うん、そういうものとやっぱりゲッティっていうのはこうあり方としてもすごいリンクしやすいっていう、そうですよね、だってゲッティも別に日本の売り上げそんなに期待してないですから、ね、日本で見つけてもそれを載せてそれを外に拡散していくっていう、そうそうそう、日本で売れ、まあ、売れなくていいと思ってるわけじゃなくて、うん、売れたら、うん、まあ、売れればいいけど、大体のうちの1個ですよね、あくまでも、ね、あくまでも何百億あるうちの1個ですよね、ですよね、うん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 、
広告の仕事とか来ることあるんですか？あ、現地から。違う、日本なんかね。日本ありますよ、当然あります。言ってらっしゃいますよね。うん、全然やってるんですけど、それもどうなりますかね。だってその水中写真を撮ってほしいってことではない。あ、そうそうそう、そういう感じです。あ、まずあれを撮ってほしいみたいな。やっぱね、前は普通のポートレートの仕事とかもいっぱいあったんですけど、最近は結構そういう水中の仕事とかも増えましたので、まあ、参加性がだいぶ強くなったから、参加性に近いものが予約するようになりました。そういうふうになりました。そうですね、割とだから本当にどちらかというと、まあお仕事って言っても IKEA さんの写真でっていうか。そうですね、伊勢丹とか、伊勢丹でしたっけ。あ、あのアンカーってジュエリーブランドで伊勢丹のすごいでかい、大きい、とかね、とか、まあ、だからほとんどアートディレクション、アートディレクターいるんですけど、もう海外スタイルっぽい感じですよ、どうするみたいな。こう水中で撮りたいんだけど、まあ、参考写真とかもいっぱいあるんだけど、その中に半分ぐらい俺の写真だったりして、池谷さんの作品のこんな感じがいいんだけど、でもまあ全然違うあれだから、まあその中でどうするみたいな。この間台湾のミュージシャンの仕事来たんですけど、まあ、その台湾の仕事だったんですけど、台湾のいうことがあるし、それもまあこういうムーンっていうこのシリーズなんですけど、それの感じで、でもヌードルみたいな服着てるけどやってみたいな、そのぐらいの感じですよね。割合的にはそういうアサイメントとかそういう、こう依頼が来て撮るっていうのはと、その自分の作家活動っていうか、でも半々ぐらいですか。作家活動ってでもすごい、その展示をずっとできるわけじゃないから、そうですよね、展示ってまとめて稼ぐ感じだから。そうですよね、まあ、まあ、周期があるんで、その周期の合間は広告の仕事を入れないと。でも展示ちょっと前とかって結構テンパってきて、そうですよね、いっぱいになってきてるんですけど、展示が始まっちゃえば、もう、まあそうですよね、余裕なんで、余裕があるんで、まあそこを過ぎたらもう全然精神的には余裕かなと。でも結構展示やられてますよね。そうですね、でも今年はすごい少ないですよ。今年4つぐらい。でも普通の人に言ってたら多いですよ、多いですかもしれないけど、僕にとっては今まで6本とか年間やってるんで、コンスタントにやってらっしゃるなっていうイメージがあるので、多分日本の人の中では多いので、そうですね、割と月1ぐらいやりたいぐらいな感じです。常にどっかでやってるぐらいがちょうどいいかなと思ってですね、本当は。まあ最初、例えば作品1個作ってそれが巡回してもいいわけじゃないですか。あ、それはそうですよね、日本だけでやってるぐらい、で割とってそういう展示もあるし、それとその多分いくつかご自分の中の作品のプロジェクトみたいなのっていうか、こう取ったりするのもこう並行して、もう一回で作っちゃうね、もうあとね、作品が一人歩きして、確かにそうですね、あるシリーズができればね、結構そこまでいっちゃうと楽なんですけどね。そうですね、これそこまで固めていくのが大変ですよね、これは、まあ、例えばギャラリーにも預けて、これ一つのシリーズとして展示できるみたいな、そこまでの段階でゲットして、あ、そうですね、そうですね、あそこに、あ、そうそうそう、なるほどね、水を代わりに、ああ。誰かがやるのかわからないです。はい。はい、林さんの感覚、感性っていうのを与える影響は大きいですよね。そこでコントロールをして、ね、この人はこうだな、この人は、多分、この人はこうやって、少しこう、泳がせるタイプの人と、もいいし、ちょっとカッパかけた方がいい人とか、それにね、池谷さんは完全に合うと思うので、そうですよね。ね、ビジュアル的なことを考えて、例えばこのダンサーのシリーズ、先ほど見せていただいたのとかがゲイティと関係あるし、それとは別に、まあ、例えばこの辺とか貸してもらって、まあ、作品、ギャラリーっていった、そうですね、どういうふうに分けてるかも、ね、分けて、そういうふうに分けてる感じが見せられればいいと思います。じゃあ、
出来屋さん、それで掲載なんですけれど、はい、あの掲載なんですけど、ちょっとあ、ちょっと1個次の子って感じ、次の子って感じになるので、はい、11月15日発売で10月中には原稿をお見せしてみたいな感じなんですが、ビジュアルの方のご相談とかしたかったんですけど、まあ、でもこれそうですね、今手紙だと、この先ほどのシリーズとか、そうですね、その辺の、まあ、そのゲッティに預けてらっしゃるシリーズと、うんうん、あとはそれとは関係なく、池谷さんの普段 そのゲッティとは違う活動の方で、ちょっとご紹介できたらと思うんですけど、そういうのは、まあ、例えば作品の写真でもいいし、例えば展示もやってらっしゃるから、展示風景なんかも入れられると面白いのかなと思って。何着ですか？はい。11月号なんだけど、あ、違う、じゃあごめんなさい、11月15日じゃなくて12月号なんですよ。でも発売は11月15日とか。なんかね、うん、アートフェアに出すんですけど、今度スパイラルでやる、はい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 、それ年末なんですけど、年末だと間に合わないですね。年末だから、年末にやるから、それの作品、あ、でも例えばそれ、そこに出す作品とかの大丈夫だったら全然大丈夫です、ね、ちょうど12月27日だ、そ12月27日からやりました、うん、予告とかも出せるし、で、この作品出しますみたいな感じでも大丈夫ですし、だからやっぱりゲッティとそうやって作家活動が一緒っていうコンセプトが、まあ、一応の意味がそうですね、地方走ってみるというか、はい、うん、とか、まあもしできたら、それとは別に出せたらですけど、はい、お仕事とかの写真とかも、なんか過去のでもいいなんか出せたら、まあ、さっきの伊勢丹のやつとかもしあったらいいなと、うん、そうですね、うん、それはあれですね、結構これ乃木坂46のやつとかやってるんですよ。あ、そういうのもリリース取ってらっしゃる。いや、取れ取ってないです。これはもう広告ですね。広告で、日本の広告では結構難しい。難しいよね。タレントの方がもうすごい権のある。昔だって何、吉田茂首相の写真なんて写真集にバンバンね、サッカー。まあでも有名だ。あ、そこまで、そこまで。あそこまで有名だと大丈夫、関係ないって、報道とニュースだから。土門拳さんのね。あ、もちろんもちろん、あの有名人は大丈夫ですよ。そうなんですか、ね、いや今のさ、首相だって別に持ち歩いてことは全然これですね、こういう、まあ、そうですね、こういうなんかその作家性のある作品じゃない、作家性のある広告みたいなものがどういうものなのかっていうことを見せて、あと、うん、さっき言った台湾のシートジャケットとか、それはね、コンサートのね、明治ビジュアルだった、ですけど、うん、それがこれやつ、ああ、面白いですね、うん、ああ面白いですね、その辺をちょっとまた、うん、後でメール書かせていただくので、はい、じゃあその辺りと、あとその、はい、いわゆる展示というか、はい、作家として展示したい、そのアートフェアのとか、うん、とそれとは別にゲッティに、はい、まあ、今ゲッティに預けているものと、うん、その3つぐらいこう、はい、入るとちょうど話の流れと、あるかな、うん、でまたね、あの、この間の渡辺さんとはまた全然違う、全然違う、まあ、でも、まあ、でもなんか最終的にやっぱり彼なんかもやっぱアートよ、本当はやりたい、はい、一番最初やってたのはなんかパルコでそういうやつ出して、うん、だからモノクロの賞を取って、でもそうしたら写真業界がこぼしゃってしちゃってへー、そうだったんだ、そうそう、もともと資生堂かなんかで、あ、そうだったんだ、資生堂に行ってこう、人の最近のやつすごいですよね、すごいですね、どんどんこう、だからまあずっとやって、ゲッティでやってるうちに、だんだんまたその元の作品の世界に戻ってきたみたいなね、うん、でしかもそれでね、お金をもらえるようになるから、そうそうそう、でもそこでこの場所を使って、ゲティの場所を使ってこうやってだんだんこう、ね、いろいろやっていくっていうところはちょっと同じだなって、うんうん、実験していく、うん、実験の場所をまあ売っていっちゃうっていうね、うん、そうですよ ね、 ね、実験の作品本当にお金にならないですからね、そうですね、どうにもならないですよ、どうにもならない、うん、普通にやつをこういうのやらなかったら、うんうんうん、ねえ、だからそういうのが確かに今までそういうことをマネタイズできる場所はね、なくて、うん、まあ確かに昔私、石間薫さんとかに、うん、あのまだカタカナになる前の石間薫さんとかに、その雑誌、なんか取材した時に、うん、
雑誌がすごくもちろん元気だった頃なんですけど、雑誌で実験できるからっていうふうにやっぱりその頃は思ってたんですよ。ああ、そうだね。確かにそうだね。すごく実験的な作品のようなそれがこれに変わってきた感じだね。変わってきた感じはありますよね。雑誌で今実験できないでしょ。予算なんか無理だよ。予算もないし、そんなページが、そもそもそんな写真を載ってる。まあ、ページ数もないしね。だからそういうこと今誰も求めてないし。そう、求めてない。そうだよね。誰と顔が映ってればいいみたいなさ、そういう感じだしね。時間かけられないしね、実験する時間がないし、そうないですからね。だからすごいいろんな面白いこと、まだもちろん合成じゃないみたいな面白いことやって、でも雑誌だとこういうことやらせてくれるから、まあギャラなんて少なくてもいいんだよって、そうそう、でそれがいつか広告になれば元が取れるから OK みたいな、多分そうやってたんですよね、そうみんなね。あ、それがこれに変わった感じだな。変わっちゃった感じですね。ただこう今からじゃあゲッティで何かって思ってる人って結構すごく横木さんみたいなベテランの方じゃなくてまだまだこれからっていう人、若い人とかだと結構雪屋さんがやってらっしゃることを短絡的に真似しようとすると結構難しかったりすると思うんですけど、なんかまあ、要するにそのじゃあアワードを狙ったような写真をゲッティに今試作そのを上げることでそれをこうじゃあ見てくれる人がいるのか、それどのぐらいお金になるのかみたいな、そういうことじゃないですもんね。それはね、まずそもそもゲッティに扱ってもらえるかどうかが、まず第一の壁があって、そうですね、そうですね。でもまあ、会いに行けばいいんじゃない。じゃあ見てくれ。そうそうそう、気に入ってもらえないと多分扱ってもらえないから、まずはそうですね、ゲッティで。でもゲッティの下のアイストックっていうのがあって、それからいかにもいかにもストックみたいな感じになってて、 そこから、うん、多分アイストックからとか言われたりするから、そうですよね、こうステップアップしてる。そうですね、若い人だったら、でもさ、そうやって作品撮り結構してるじゃん、ファッション。ああいうやつで、やっぱりどこが、なんていうのかな、やっぱりコンセプト考えて、でみんなでやってリリース撮ってさ、そうそう、だからね、リリース撮っとけばいいね、とりあえず。そうそう、だから人を撮って、作品をただやつに闇雲じゃなくて、やっぱり現実にあるようなジャンルの、だってそれ一応撮るわけだからさ、やっぱりそれになんかもしかしたらこういうのが売れ線なのかなとかさ、まあ、まあ売れ線じゃなくても自分でなんかやりたいなと思うようなやつをやっぱり撮ってリリース撮ってると、リリース撮ってれば人間が写ってる限りなんかなんかあったりね、なんかあるよね、だから別にそれのサイドでただボトルと撮っただけで、まあそういう方がなんていうの、間がないと写真で使いづらいじゃん、あんまりこう詰まりすぎてると。まあただ何でもないし、ボートレットの方が良かったりするし、だからその方がリリースだよね。だから、そうそう、だから作品撮りをただ意味のない作品撮りじゃなくて、やっぱりちょっと目的考えるっていうか、そうですね、なんかね、あとやっぱりこの最初にやっぱりこちらにアプローチしたことがそのゲッティが注目するきっかけにはなっているとは思いますよね。だからそこら辺をこうなんか安易に考えちゃうと、なんか逆に苦労するっていうこと。いやでもどっちにしても写真はこれから、やっぱりオリジナリティがないと生きていけない。だって誰でもできちゃうんだから、まあ、それをどこに、まあ、その人の作品によって、そうそう、だからそれはさ、例えば かつてあったって誰かの真似だとしてもさ、ずっとやってる真似になんなくなっちゃうから、出だしはさ、誰かのこうちょっと、あこういう感じで自分ちゃやりたいなとか、別にやればいいんじゃないって、怒る人もいるかもしれないけど、真似するんだとかね。でもいいんだよ、別に。でもやっぱこれ若い人は絶対やんなくちゃダメだよね。僕自身は、ね、全然これとかには慣れされまくってるんで、すごい、もう全然もう別にもう今更なんですけど、なんか僕はもうその次に行かなきゃいけないから、だからね、でこのシリーズはこのシリーズやってるんですけど、割ともっとちょっと立体っぽいっていうか、シックの上にプリしたりとかガラス貼ったりとか、もっとね、やってらっしゃいますよね。もっとそっちの方に行ってるんで、もうなんか別に、そうそう、別に真似する人もいっぱいいるからね。これやっぱこれ乗ってからすごい。あ、そうですか。とにかくそのどう、まあ、いずれにせよその、まあ、視線を海外に向けるっていうことはゲッティアイストックだろうがゲッティだろうが今必要なことっていう、ワールドマーケットを相手にしようっていう。まあそれ写真ってそういうメディアなんだよね。そうだね、言葉もいらないしさ。そうですね、言葉もいらないっていうのね。音楽なんかでも全然あれだよね。ね、音楽ってやっぱりその国その国のそういう何か強いから、ね、歌詞だ、歌詞だしね、写真はね、本当は、ね、そういう意味でネットでもね、拡散しやすいし、やっぱり目を向けようと思えば、それがなかなか向かないのが日
そうですね、なんかちっちゃいことだね。いや、情報が日本に少ないだけだよね。だってこういうのってみんな 見てないって知ってる場所じゃない。あんまり知らないですよね、うん、確かに。本当に知らないです、うん、写真の面白い写真とかってたくさんあるんだけど、うん、日本はあんまり紹介もされないし、うん、まあ日本はテレビだからさ、全ての情報源が、うん、一番テレビ向きじゃないから、こういうことで、うんうん、でもね、これのね、受賞式とかね、ほんと1回ぐらい行った方がいいですよ、取材に、うん、びっくりするから。あ、どういう、アカデミー賞まんまですよ、本当に。レッドカーペットで、ハリウッドスター、もう本当に雑誌とかでしか見たことないような、うん、例えばビートランイン・エンドバーグとかエリオット・アウェイとか来ちゃうんですよ。あ、なんかこれ言っちゃうと、なんかだって日本のそのコンペティションがバカらしくなってきちゃうぐらい、まあ別にそれはそれでいいんだけど、規模がだって全然違うから、本当に見たこと、あの本でしか見たことない人がその前にいるんですよ、でスピーチしてるのは。なるほどね。僕の時はエリオット・アウェイとサラミが来てたんですけど、それだけでもすごいじゃないですか。すごい、十分ですよね。びっくりじゃないですか。びっくりですよ。でもエリオット・アウェイって実物見たことなかったから、写真しか知らなかったから、実物がその辺歩いてた時になんか変な、なんかね、目玉焼きのブローチつけて変なおっさんになったとか、そしたら、あ、さっきの人だって、さっきの人エリオット・アウェイだったんだと思ったりとか。そういうことだね。ね、やっぱそうですね。うん、そうやってそれだけでも、うん、世界意識は変わります。時代がすごく変わりますよね。こんな有名なプログラムがこんな何人もここに集まってるんだよ。うん、ここ目指すでしょっていうところですね。そうそう、ありがとうございました。じゃあちょっとまたそういう感じで、はい、11月なんで、またじゃあ画像の件はちょっとお願いのメールを差し上げますので、はいはい、またお願いします、はい、まあなのでちょっと時間的な意味はあるんですけど、はい、よろしくお願いします。あ、こいつとか大丈夫ですか、アップしちゃったり。いや、大丈夫です。なんか YouTube チャンネルを作って、それでなんかいろんな人のインタビューとか写真展とかワークショップとか流しちゃおうかなと思って。